マイマイ迷子園第7話迷子の道。立ってよミロキュー。びっくり。てかタイトル今知ったわ。迷子の道なんだ。もう最終章 だよね。そう。やばい。さっき出たばっかりですから。ね。18時に公開して今19時半ですよ。はい。もういやドキドキしててさ心臓が。やばいよね。だって何年やってるこのゲーム。もう。2年くらい経ってんじゃない。経ってるよね。うん。それがもう終わるんだよ今夜で。そう。私たちが実況を始めたのが出てから1年経ってるか経ってないかくらいだったのかな。だからこの前ねマイマイマイ5円3周年だったみたいで。え、そうなんだ。うん。3周年でついに完結と。やばい。もうだいぶさ一大コンテンツとしてなってたじゃん。ねえ、だって完結って、うん、サンリオのあの、うん、キャラクター大賞とかにもね、あ、そうそうそう、参加したりしてたしね。そうだよ。うわ、寂しいけど寂しいけど、でも今次どうなるんだってとこで終わってるから、ちょっとこれは見るしかないよね。見るしかない。ちょっと緊張しすぎてずっと喋って始めるのが遅れちゃうんだけど。毎回毎回あのこのさ入りのあのトーク長いんだよね。そう。いや、まあやろうか。やろうか。よし、始めから。はあ、やばい。あー、これも最後だ。良い子の操作説明、ね、同じこと言おうと思った今。寂しい。今回ピオスプレイヤーです。はい。あー、緊張するぜ。でも前回いい感じのとこで終わったもんね。そうだね。みんなを復活させていくっていう。うん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 。はっ。お粗末様でした、デミ。ご飯食べたのかな？あのラボから帰ってきたけど。未だに参加料も取られなければご飯も用意してもらえるんだね。あ、一枚取られなくなったんだ。あ、本当だね。ねえ、どういうこと？シンタと渡るの分もご丁寧にね。うん、復活した二人、うん。どういうことなんだ、説明しろ。そうだそうだ。なんだよ。うわ、かわいい。君はカエル卵でみ？え、あ、降幕してるんだ。ああ、俺はもうカエル卵じゃねえ。そうなのら。なのら。でみ。ああ、かわいい。そそくさ逃げてった。ふん、あ、あら、唇とんがらしちゃって、かわいいよ。こんな差分あったかしら。さて、これからどうする？参加料もいらないし、アトラクションも閉鎖されてるし、時間ならいっぱいあるよ。いや、ユウ先生をどうにかしないとだよね。そうそうそう。なんか闇落ちしちゃったんだよ。そうだった、そうだった。ねえ。とりあえず、岡田を探さねえとな。ブラックは、その、カエル卵になっちゃったのか？そういうわけじゃないんだけど。ああ、怖い。真っ黒。うん。先生は諦めちゃったんだよね。自分からあのマイとかいうやつについていった。俺たちの参加料は全部どこかで岡田が俺たちの代わりに払ってるらしい。なるほど。やるやん。うん。もう子供は何もしないで大人に守られてなさいってことだよね。うん。もうあれだったよね。なんかハヤテさんみたいな。ああ、そうだったそうだった。そう、さん呼びになってたよね。うん、ルミ先生みたいなね。ねえ。でもシンタとワタルはカエル卵から復活できたじゃん。そうだ。俺たち、転んだって自分の力で起き上がれるぜ。ユウ先生に教えてあげるのら。にゃあ。先生を探すにしても、どこを探す？
正直手がかりはゼロだ。ハヤテのゲーム機で連絡してくれるお姉さんは何か知らないのかな。残念だけど。あ、聞いてたんだ。今は話そうと思えばいつでも話せると思って。頼もしい。こんな感じだったっけ。こんな感じで会ってましたっけ。もう月日が経っちゃった。はい、多分そんな感じです。 OK。 もっとも私にできることはアドバイスくらいだけど、流されるプールの時みたいに先生のスマホに連絡できないの？もう試してみたけど反応がない。今の彼には対話に応じる気がないんでしょうね。ユーロピア中を回ってみて手がかり探しから始めるしかねえな。待ってろよブラック。おー、みんなで助けてあげよう。今度は子供たちがね。あ、迷子園第7話、迷子の道。あー、始まった。あー、早速セーブ。おー、はいはいはい。メニューボタンでメニュー画面、現在地や、あー、OK、セーブね。あー、シンタ君が戦闘なんだね、やっぱね。嬉しいね、なんかね。いいね。さあ、探索して岡田の情報を集めよう。はい。今までのところを回る感じなのかな。あ、あそこ調べられる。ここ。新作はユーロピアの外で作りたいものね。そうだね。そうだね。こんなもんで俺の気を引けると思うなよ。かっこいい。何でも部屋の中にあって、確かに休憩所とやらは便利だったんだな。ああ、一人で行動してた。ね、どうやって生活してたんだ、はやて。ね、どこ拠点にしてたんだろう。ね、確かに休憩所は安全だけど、先生一人が全部背負うなんてダメだよ。どうしたの、早く優先生探しに行こう。すいません。すごい、みんなゾロゾロついてくる。ね、すごい長い。あ、ダイヤくんが見切れてる。さあ、あ、今まで行ったところ行けるんだ。そうだね。順番で言うと頑張り山が最初だったよな。いや、思った。僕も順番に行こう。うん。それか、あれ？旧受付所？あ、でも入り口は？入り口ってどこだっけ？広場。一番下。あ、これか、入場ゲートか。ここから行ってみるか、じゃあ。時系列でね。そうそう。これ以上は戻ってこられなくなるぞ。いや、こっちダメでした。帰ろう帰ろう。そしたら山の広場か。いいかな。あ、そうか、広場が先か。そうそう、先。順番、時系列的に言うと広場だね。でも特に何もないんじゃないのかなって。久しぶりだね、広場。ね、え、こんなだったっけ。あー。でも何も変えるわけでもない。そうだね。あれ、なんか売店あるのどこだっけ。売店あるのは、別の場所か。そうだね、ここは怖いとこだから。怖いとこはちょっとやめとこ。やめとこ。ん？どこだったっけね。頑張り山行くか。うん。忘れちゃった。あの、忘れちゃった、ね、大五郎の電話とかあったところ。そうそう、あそこどこだったっけ。で、ここが頑張り山。久しぶりだ。あ、ただいま閉鎖中だ。今はやってないみたいだ。まあ行く必要もないけどな。はあ、頑張り山どうしたってね、なんか登りきれないみたいな。そうだったね。うん。次がキラキララビリンスだよな。うんうん。お、レミがいる。静かに。お、盗み聞きだ。カエル卵がいるね。ひまげみ。え、かわいい。てか、もう僕さ、カエル卵推しになってきた。うん、やばい。デミ、まあ、可愛いんだよな。え、可愛いよ、めっちゃ。うん。大好き。デミ、結局ね、謎を解き明かした結果、子供たち、うん、まあ、普通に子供たちだってことがね。そうそうそう。そう。別に悪意がある子たちだったわけじゃないはずだからな。ほら、見て、この見た目。可愛い。可愛い。ペチペチ歩いてるもん。
全アトラクション閉鎖中だから誰も来ないで。かわいそう。岡田優って人も来ないでみ。ここじゃないんだ。来ないか。うん。暇そうにしてるな。暇そうってことは先生はこの辺には来てないみたいだね。他の場所の様子も見てみようか。じゃあここはダメと。うん。これでまあでも一応話しかけられるる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 。話しかけよ。バグっちゃった。何してるでみ。休憩所でおとなしくしてるでみ。怒られた。うん。なんでみ、アトラクションは閉鎖中だから挑戦できないでみ。ダメか。今はやってないみたいだ。ああ行く必要もないね。うん。ほな次が黄昏横丁入りたい。ここ素敵だよな。ねえ。ほなまたデミがいる。またカエル卵がいる。暇いデミ、遊びたいデミ。かわいい。カエル卵はみんな頑張り山に行ってるらしいデミ。何？あれ？頑張り山。ほら、最近頑張り山の上にできた。何それ？新しいアトラクションができたってこと？ってこと？山の上に？大変だな。デミたちも行くデミ。頑張り山の上？ユウ先生のことなのかどうかは分かんないけど、頑張り山で何か起きてるみたいだね。うん。行ってみようぜ。どうせ他に手がかりもないんだ。さっき言ったんですけど。まあ中入ってないからね。まあ確かに。休憩所でおとなしくしてろ。ああ閉鎖中。ダメだ。じゃあ山に行く？行く？他行ってもいいけどね。あ、行く。そうか、一通り全部行ってみる？うん、でもまあ多分何もないんだろうけどね。まあね。うん、でも気になるじゃんね。あ、同じことしか言われないかな。あ、そうだね。行くか、おとなしく。そうだね。山だ山。これ山登りじゃあしなきゃいけないってこと？かな。みんなズサーって落ちてきてたけどね、最初の頃はね。うん、そうそうそう。ほら。頑張り山。懐かしい。一番最初に挑戦したやつだもんね。久々に見るとやっぱりでかいな。カエル卵たちが噂してたのは頑張り山の上か。ここからじゃ何があるのか全く見えねえな。前は全然上まで行けなかったのら。そうだったな。なんかだんだん坂がきつくなってくるというか、なんというか、どうしても途中でスタミナが尽きちゃうんだよな。とりあえず久々に挑戦してみる。落ちても怪我するわけじゃないし、今ならカエル卵もいないよ。おお、じゃあ挑戦するか。頑張り山、ただいま閉鎖中。見張りがいない今がチャンスだ。とりあえず挑戦してみようぜ。よーし、頑張ろう。やるか。よし、やるぞ。シンタが挑戦するのか。全員で一気に行くの？全員でわーって。あー、シンタ。あー、一応聞こうか、もう一回。どんどん山を上に登っていく。登ってる間はスタミナが減っていく。あー、だからあのジュース取ったら回復するんだっけ。あー、そうだそうだ。で、取っ手に捕まってる間スタミナ減少しない。はいはいはい。変な顔の遊具は障害物なので乗り越えることができない。あ、そうだったっけ。もう全然覚えてないな。ね。落ちているスタミナ回復ドリンクは自由に拾うことができる。なるべく拾うか無視して上を目指すかは自由に選ぶと良いでしょう。はい。はい。よーし、どんどん登っていくぜ。頑張れ、シンタ。おー。かわいい。まずは、スタミナドリンクだ。そうだね。で、横にもスタミナドリンクがあるから、取って、おうおうおう。あ、でもなんかスタミナ全然まだ減ってないぞ。意外とゆっくりだね。あー、そっか、今からか。うん、うん、ちょっときつくなってきたかも。BGM もなんか焦らせてくる。ねえ。ドリンク全然ないね。ねえ。あ、右上にある。あ、ほんとだ。よいしょ。
行くぜ、行くぜ。え、順調だよ。いつの間にかこんなきつい角度に。いやー、頑張れ。進まねー。オッケー。で、ドリンクがない。うわー、遠いな。そう。いける？あー、危ねー。オッケー、オッケー、オッケー。よしよしよし、いいぞ。いいね、頑張れ。これは、ダメだ。しがみついてられない。あー。うわー、落ちちゃった。あー、そんなきつい角度になるってもうそのまま直下みたいな感じだよな。あーあかわいい。あくっそー、やっぱ正面から厳しいか？厳しいのら？くすくす。でも今は上まで行ければ何でもありでしょ。それはまあそうなんだけど、あんな崖みたいな山、どうする気？実は、途中で拾ったスタミナドリンク、使わないでそのまま持ってきちゃったんだよね。おっとおっとすごい、起点が効く。ね。え、それって持ち出しってこと？そんなことしていいの？なんでもあり、なんでもあり。ずる賢いわね。確かに最初からスタミナドリンクが大量にあればご利用しできるかもな。誰か一人がスタミナドリンクをガブ飲みして登りやすいルートを探すだけでもかなり違う。まず誰かが先に行ってスタミナドリンクの力で登りやすそうなルートを探って、残った人は後からみんなで引っ張り上げ合いながらそのルートをたどる。こんな感じかな。幼稚園児か？みんなすごいね。すごい。ならばその役は俺がやらせてもらおう。大丈夫なのら？お！俺には英雄シアター A での失敗もある。今度こそみんなの力になってみせるぜ。ま、危険なアトラクションじゃないし、そこまで言うならやってみたら？やるからには決めろよ。分かってる。うわー、どうなるの？いい良すぎるね。行ってくるぜ。頼むぞシンタ。実はですね、私、はい、マイマイマイ5円の漫画園の方を呼びましてですね。はいはい、僕も呼びましたよ、もちろん。今のとこ聞くよね、なんか。わかる。わかる。漫画の方はね、結構ゲームと話が違うから。でも完結したし、うん、この場合。めっちゃよかったよね。めっちゃよかった。ルールはもう、いいかな？いいです。聞きません。よし、どんどん登っていくぜ！スタミナドリンクの持ち込みによってスタミナがなくなっても自動で回復する。助かる。本当はズルなんだで真似しちゃダメだぞ。ゴー。じゃあもうぐいぐいまっすぐ行っちゃえ。なんかいっぱい落ちてるから拾いたくなっちゃうね。そう、2つもあるからね。ちょっときつくなってきたかも。行くぜ。ドリンクの脇はランダムだったのかな。そうだね、結構じゃあ難しい位置にあったんだな。うん、よいしょ。きつい角度に。大丈夫だぜ。まだまだいけるぞ。ごくごく。めっちゃ減ってくけど、いつ回復するんだろう。なんか自動で回復するって一応書いてあった。ね、うん。おお。かなり高いところまで来た気がする。初めての場所だ。一人ってのはカッコつけすぎたかな。さすがにこれはちょっと怖いかも。シンタ。いや、諦めちゃダメだ。俺はレッド、ヒーローなんだ。きっともうちょっと頑張れる。もうちょっと頑張れ。お、今度こそヒーローとしての成長をみんなに見せるんだ。いいぞ、シンタ。大成長してる。いいぞ。そろそろこいつを使うか。おお。すごい。俺がルートを切り開くんだ。いいね、いいね。頑張れ。道端に落ちてるのもついでに。そうだね。頑張れ。頑張れ。大丈夫か？足りるか？いけた。ギリギリ、オッケー。あれは、お、
おお、すごい、てっぺんじゃない？なんもない。雰囲気が違う。怖い。骨あったけど。よいしょっと。はあ、ここでちょっと休めそうだな。まだてっぺんじゃないのか。え、なんかもうたどり着いたのかと思ってたけど。おお、なんか洞窟。これって洞窟？なんかちょっと怖そうだけど。ここからもっと奥まで進めるかも。みんな来るまで待ったら？ね、待ってた方がいいよ、絶対。あ、偉い！偉い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 。とりあえず全員揃ってからだな。おい、聞こえるか？ここまで来れば足場があるぞ。よいしょ、よいしょ。ひーひー。辛いよな。もう少し頑張れ。みんなまずそっちの足場に行くんだ。そこで体勢を整えて次は上の。おお渡る倒れてるんだけどもうどうにかここまで来れたドラガクそう引っ張り上げ合えばどうにかなるもんだな。持ち込みのスタミナドリンクもあってよかった。ここまで迷いなく登ってこれたね。シンタのルート選び助かったよ。そうかそうかよかったね。かわいいね、はやて。序の口のぬるゲーで喜びすぎなんだよ。なんだと。はいはい、二人とも。で、どうする？この先は、この洞窟を抜けないと進めそうにないね。明らかに怪しいけどね。暗そうだけど、大丈夫かな？みんな一緒なら怖くない。これ以上山登りするよりずっといい。カエル卵に見つかる前にさっさと行こうぜ。行くか。なんかラスボスでもいそうな雰囲気だったよね。ね、だって恐竜の骨みたいな刺さってたしね。あー、行っちゃった。暗いね。あ、BGM くん。なくなった。なくなった。なんかすごいところだな。別に怖くないけどな。ぼーっとしてたら吸い込まれちゃいそうなのら。みんな転ばないようにね。え、うわー、雰囲気怖いね。えちゃんとホラーゲームみたいになっちゃったこれホラーゲームだっけ？いや違う、デスゲームですそうだったわ。どう進んでいけばいいの？合ってんのかこれ。まあ一本道だもんな。そうだね。うん。これはかなりダイナミックね。でかいね。うん。確かに結構雰囲気あるけど、動くわけじゃないし大丈夫だって。かなたもちょっと汗出てるね。ね。怖いのかな。さすがにね、やっぱこれ怖くない幼稚園児いたらちょっとびっくりよ。なんか動いたらどうしようね、これ怖いそれは大人の私でも怖いね。追いかけてきたらどうしよう。うん、これ歩くことしかできないし。おいあれ出口じゃないか。ようやくゴール。みんなあとちょっとだけ頑張ろう。あっちの方に。でも出れるのかな。あ、真っ白だ。うん、どうなってるんだ。山抜けたのかな。ね、お、何これ、城？お城だね。あら、デミオよね。いや、もうラスボスじゃんうわー、なんだこれ。山の上にお城。魔王が住んでますわね。魔王城だよこれね。ああ、君たち
どうやってここに。頑張り山を攻略してきたんだよ。文句あるか。頑張り山は閉鎖中でみ、看板にも書いておいたはずでみ。見えなかったな。あんなに頑張ってクリアしたのにな。クリアしたんだからメダルちょうだい。かわいい、あじじる。くれないならユーロピアの偉い人に言いつけちゃおうかな。それは困るでみ。だったらこのお城のこと僕たちに教えるなら。教えてくれたら黙っててあげる。分かったでみ。すごい、丸めて褒めれたよ。さすが。ここはつい最近できた新しいアトラクションらしいでみ。中がどうなっているかはデミもよく知らないでみ。ふん、なんて名前のアトラクションなの。岡田城らしいでみ。あれ、あれ、ラスボス優先生ですか。だね、これは。なんか思ったよりちょっと字面面白かった。そうだね。ここで魔王やってればメダルあげるよみたいな感じだったのかしら。岡田城ね。岡田城？ゆう先生のお城なのら。ここでは毎日たくさんアトラクションが行われていて、岡田って人がメダルを集めているらしいだみ。このお城の中でたくさんアトラクションが？どういうことなんだろう。見つけたぞ、岡田。こんなところにこもってメダルを集めてたってわけか。もういいでみ。でみもこれ以上は知らないでみ。ここに遊びに来ただけでみ。あ、そう。じゃあもう行っていいよ。メダルくれたかな。確かに。でみ。カエルデミ。中にも遊びに来たカエル卵がいっぱいいるのかしら。どうしたん。あ、確かにカエル卵がたくさん集まってるなら、ひょっとして脱落したみんなもこのお城のどこかにいるかもしれないよね。そうか、なるほど。ブラックはもちろん、みんなのことも助けなきゃだよな。乗り込むぞ。おーセーブじゃ。へー、そっか、ここでみんなを解放してみんなで岡田先生を迎えに行くってことなのかしら。もうでもここ最終決戦の場所だよね。ねえ、どう見てもあの木のメリーゴーランドみたいなやつどうなってる。岡田じゃあのさ、他の黄昏横丁とかもうちょっとひねってあったじゃん。なんかメリーゴーランドとか。なんでここだけ岡田城なの。なんかフォントもさ、そのまんますぎるよね。うん、そう。ね、めっちゃ面白い。合わないよ、多分これ。さあ、進んでいくが。ぐねぐね道だ。さて、ぐねぐね。ぐねぐね。広いね。でもあれ、うん、めちゃくちゃ分かれてるけど、まあ、でもこっちしか行けないのか。なんか光ってるけど、うん、下行けない。あーおい、あんまうろちょろすんな、迷うぞ、ごめんなさい。すいません。これか、なんか魔法がかかってそうだ。扉、ブラック、開けろ、いるんだろ。重い、びくともしない。みんなで力を合わせて開けるなら。私たち8人いるから、パワーは全部で、いや8っていうところね。8人分。左上に出てきたよ。あれ、ハート。本当だ。そう、ライフ、ライフかな。あ、8人分のパワーってことかこれ。
すごい扉とのバトルだ。それじゃ準備はいい？せーの、いけー。あー、長押し、頑張れー。長押しなんだ、連打じゃない。あ、いやー、これはハートと扉の対決なんだ。うん、足りないね。足りない。あー、パワーが足りないようだ。うわー、そんな弾かれることある？ポンって弾かれたけどね。みんな大丈夫？ちょっとだけいけそうな雰囲気はあったけど、全然力が足りないね。え、誰？ゆう先生？ゆう先生かな。無駄だよ。おお、おお、子供ゆう先生っぽいよね。パーカー着てるね。真っ黒になってる。子供にこんな大きな扉が開けられるわけないだろう。誰？いや、まさか先生？俺は先生じゃない。お、岡田がこんな小さいわけねえだろ。いや、でもちょっと優先生に似てない？いくつになっとるね。確かに俺は岡田優だ。やっぱり優先生が子供になっちゃったのら。ブラック、見ろ、俺と渡るは無事だぞ。だから早く帰ってこい。違うの。この子はユウくんだけど、みんなが知ってるユウくんじゃないの。うわ、出た。じゃあ、僕たちが知ってる先生はどこ？その扉の中。そうかもね。でも、みんなが知ってるユウ先生は、もう二度とこの中から出てこないよ。はぁ？ユウくんは子供の頃、このユーロピアで失敗した。いろいろあって、そんなユウくんは結局ここから脱出することになったんだけど、その失敗のショックから失敗したことを忘れたまま大人になったの。それはユウ先生から聞いたよ。そうだね。じゃあわかるよね。ユウくんは子供は失敗をする生き物だって知ってた。知ってたのに、それを忘れたまま子供の多様性がどうのこうのって言って、弱いみんなに自分で考えさせて、弱いみんなに自分と同じ失敗をさせた。ひどいよね。別にひどいなんて思ってねえよ。俺たちの失敗は俺たちのせいだ。岡田のせいじゃ。それは颯くんの話。大五郎くんは、守くんは、凛凛ちゃんはどうかな。みんな本当はああなる前に先生に全部全部やってほしかったかもよ。絶対にそんなことないって、君がみんなの代わりに言う資格ある？全部俺が間違ってたんだ。俺みたいな弱い子供は大人になんかなれないはずだった。それなのに俺は弱い子供のまま大人になって先生になってしまった。だから選べない、決められない、間違える。はあ、僕か。どっちだこれ。岡田優が言ってるのか、これは。かな。これ、岡田優のちっちゃい頃の亡霊みたいなのが言ってるってことなんじゃないか。なるほどね。うん、そうか。はてなはてなはてなだった。うん。
この大きな城、大きな扉は岡田優のこれまでの後悔の大きさそのものだ。そして俺は岡田優の間違いの始まり、一番消し去りたい後悔だ。後悔が残ってるんだ。俺はこの城の中で誰にも邪魔されず、自分の後悔と向き合う。責任を持って残されたお前たち全員を脱出させたら、ここでカエル卵になるんだ。おいおい、ダメだよ。ダメだよ。分かったらもう休憩所に帰っておとなしくしていてくれ。失敗して俺みたいにならないように。何度だって間違えるけど、それの度に成長していくもんなんじゃねえのか、人間はよ。そうだよね。あ、消えちゃった先生。そんなの全部投げ出して今すぐカエル卵になれば楽なのに。ま、ユウくんがそうしたいって言うなら満足するまで付き合うよ。せっかく自分で間違いに気づけたんだから。笑てるで、おい。笑てるで。何言ってるんだよ、ブラック。お前は、俺がライバルとして認めた先生だろ。間違ってたとか、後悔とか、なんでそんなことばっかり言うんだよ。今はきっと、どんな言葉も届かない。彼の深い後悔を、どうにかしない限りはね。そんなのどうやって。閉じこもっちゃってるもんね。みんなで、本当にカエル卵になっちゃったみんなも全部救って、やっぱり最後ここを破るんじゃないのかな。なるほど。城を探索するぞ。どうせ今のままじゃこの扉は開かねえんだ。何か攻略法を見つけないと。まあこのハートを増やして扉に挑戦しろってことだよね、きっと。そうだね。あ、なんかある。何これ。この先資料室。あ、道が分かれてるところ行けるようになるんだ。そうだね。この先姫の間。お、マリアがいるかな。行きたいなねえ。あー、ここはないのよ。この先電話ボックス全部ちょっと見てみようか。この先展示室。ああ、守くんとかがいるかな、この先人魚の間。これは、譲り派でしょうよ。この先監視塔。監視塔？監視塔ってなんだっけ？なんだろう？やばい。誰かのはずなのに全然思い出せない。監視塔。わからない。どこから行く？右下。右下、姫か。姫の間行くか、じゃあ。右下かな、この先姫の間。お願いします。はい、この先に行ってみる。行ってみる。行きましょう。マリア。マリアじゃないの。何うろちょろしてるんだ。早く休憩所に帰れよ。ハイライトがないと本当に怖いな。ね、怖い。帰らないよ。先生は迷子だから連れて帰らなきゃ。こんなところでカエル卵になったって何にも解決しないよ。みんなで帰ろうよ、ユウ先生。みんなで。無理だ。だってマリアはもう帰ってこない。なんで。帰ってくるよ。帰ってくるよ。こんなこと言わないで。先生にふさわしくない俺が先生になったせいで失敗させてしまった。バイバイスロットの進行は全部俺が力づくで決めるべきだった。どうせ転ぶって分かってるのに挑戦させるなんてひどいことだ。え？あ、うん、ごめんマリア、ごめん。後悔のあれかな、形になってるのかな。うんうんうん。あ、入ってっちゃった。カ
勝手に終わらせないでよ。マリアはヤギさんチームを守ってくれた。だから今度はヤギさんチームがマリアを助ける番。そうだ。ヒカル。え、これ一人で行くの？ヒカルちゃんが行くの？ヒカル。頑張りどころですよこれは。そうだね。やばい。もうクライマックス。あ、バイバイスロットやらせる気？あれ、ここってバイバイスロットじゃん。そこはユウくんの悪夢の中だよ。悪夢？見た目は見たことのあるアトラクションかもしれないけど、うん、中身はユーロピアの深いところそのもの。シンタくんたちがこの間までいたカエル卵の内側とほとんど同じ場所だよ。え、そんな危ないとこ入っちゃってよかったのかな。勢いに任せて入っちまった、うん、遅い気がするもう。ねえ、あ、でもそれってつまりマリアもここに。ユウくんはその中でずっと後悔してるの、マリアちゃんのこと。自分の間違いを忘れないようにしているのか、あるいは自分もバイバイスロットで苦しめば罪滅ぼしになると思ってるのかもね。何それ、そんなことして何になるの。マリアは強い子だから自分で起き上がれるよ。ううん、私が連れて帰ってみせる。うん、うん、ま、ぬいぐるみのマリアちゃんならどっかにいるんじゃない。はあ、最後はぬいぐるみから卵になっちゃったか。は、せいぜい頑張ってね。うわあ、トラウマが蘇る。マリアいるの？パッと見ないけど。そうね、とにかくマリアを探さなきゃ。この悪夢の中にマリアがいるとしたらぬいぐるみの山の中しかない。うん、掘り返すってことかな。おお、あー、なるほど。5回、決定ボタンを押している間アームが動くよ。離すと1決定。どこだろう。とりあえず真ん中か奥かだよね、山になってるのは。うん、ちょっとこの真ん中、今真ん中にあるこいつ取ってみようと思うわ。オッケー。これで、はい、どうでしょう。いい、うわ、何の反応もない。マリアいないの？この辺じゃなかったのかな。マリア、いるなら返事して。返事して。どれだろう。あと4回。じゃあちょっとこの今真ん中に近い、ナスビっぽいやつね。うん、これ撮ってみるわ。オッケー。はい、あ、行き過ぎた。ちょっと行き過ぎ、まあ何の反応もない。じゃあ奥か手前かか、どっちかか。うん、ここでもない。手前行ってみる。次マリアいるんでしょ。どこ。まずいな、こんな当てずっぽうじゃすぐにプレイ回数がなくなっちゃう。うん、困ったな。あ、ひーちゃん。いやー、マリア帰ってきて。マリア、どこ。助けに来たよ。こんなところさっさと出よう。私たちなら出られるよ。ダメだよひーちゃん。何が。ひーちゃんはこんなところにいちゃダメ。ひーちゃんはもうマリアよりずっと立派でかっこいいから。みんなもそばにいなきゃ。もちろんだよ。だからマリアも一緒に行こう。私あれからもずっとヤギさんチームのために頑張ってるんだよ。マリアもユウ先生もみんなで一緒に帰ろう。ほら、クレーンを下ろすから捕まって。
マリア。どこにいるの？あ、わかんないんだ。わかんねえ。手前取ってみるよ。うん、手前行こう。はい。来い。うわー、ダメだ。反応ない。ってことは一番奥かな。帰ろうよ、マリア。うん、うん。マリアは、ひーちゃんみたいにはできない。へぇ。なんで？マリア。マリア、また会えた。マリア、あのね。あの後、いろんなことがいっぱいあったんだよ。楽しいことも、辛いことも、たくさんあったよ。それでも、みんなで乗り越えてこれたよ。私、マリアがいなくても、ここまで頑張ってこれたよ。見てたよ、ひーちゃん。ありがとう。今のひーちゃん、とってもかっこいいよ。マリア。でもね、マリアはやっぱり、マリアが可愛いから、ひーちゃんみたいには、なれないんだ。妹ちゃんの時みたいなことは、きっともうできないよ。ひーちゃんはもう、マリアなんかより、ずっと立派でかっこいい。ひーちゃんは、がっかりしちゃうよ。それでいいよ。え？自分が一番なマリアも、ライムを助けた時のマリアも、全部マリアなんだよ。どっちとかないんだよ。うん。黄昏横丁でマリアが教えてくれたことだよ。だから、そのままでいいの。マリアも私も、今のままでいいんだよ。ひーちゃん。眩しいね、ひーちゃんは。マリアが、こんな私に憧れてくれたから。だから、頑張らなきゃって必死だっただけだよ。それにね、マリア。私たちまだまだこれからだと思うんだ。私はもっとかっこよくなりたいし、もっと可愛くなりたい。だからマリアもまだ私に憧れてくれるなら、今よりもっと可愛く、もっとかっこよくなってみせて。今より、もっと？そう、マリアならきっとなれるよ。だから、一緒に帰ろう、マリア。そっか。マリアがもっとなんて、今まで考えたことなかったな。もちろん今もマリアは十分可愛いけどね。彼も十分可愛いぞ。そうだよ。あなたたち二人どっちも可愛いよ。知ってる？あー可愛い。世界で一番可愛い。あー泣きそう。あー壁がない。壁がないよ。よかった。あーよかった。セリフ読めねえ。ありがとう、ひーちゃん。
緒に帰ろう。あーよかったね。いやもう今終わっていいわ。マイマイマイご縁かん。あー帰ってきた。おかえり。よかったマジでよかった。あマリア、ここって殻の外？マリア、おかえり。マリア、ライムを救ってさらにカエル卵からも復活するなんて悔しいけど、パーフェクトよ。マーベラス。マーベラス、素晴らしい。マリアにもまだできることがあるんだね。みんな、これからもマリアのこといっぱいよしよししてね。よーしよ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 よねえ、一番最初に救わなきゃ ね。そうだよ。体力が一つ増えた。はい。さあ、次どこ行きましょうかね。いや、これさ、なんかストーリーがあったからマリアをこう救うっていう道筋はあったけど、大五郎とかさ、うん、正直どうやって救うの？正直、だそうそうなんだよ。どうしようね。ね。僕気になるのは譲り派だけど、他誰？誰がいるっけっていうか、あとは、ま、ブロックアンサーの2人。あ、そうそう、守るリンリン、うんうん、マドカ、え、大五郎。数合わないから2人入ってるとかなのかな。あ、そうかもしれない。マドカと譲り派とかさ、ブロックアンサーの2人とか、うん、かな。守るリンリンがあの展示室な気がするし。うん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 。あと誰？全然思い出したい。おー、全員で何人だったっけ？もうボロボロ。年月が経ちすぎました。かわいい。かわいい。なんか推しの二人が一緒にいる感じになっちゃった。本当だ。守るリンリンはちょっと後に行きたいな。なんか戦隊系の話でしょ、うんうんうん。え、大五郎先行かん？いいよ。この先電話ボックス、この先に行ってみる？行こうぜ。大五郎序盤にねいなくなっちゃったから。そうだよ、だいぶ懐かしいよ。もう本当だよね、何年ぶりの出会いになっちゃう。うん、まだいたのか。あの扉は開かない。だからおとなしく休憩所に帰れ。いやだこった。いや、開ける。それでお前も一緒に帰るぞ、ブラック。帰るぞ。ああ。無理だ。だって大五郎はもう帰ってこない。先生にふさわしくない俺が先生になったせいで失敗させてしまった。ああ、大五郎は特に幼くて弱い子だった。だから俺が厳しく管理するべきだったんだ。まあそんなこと言われてもね。ねえ。目離した隙に行っちゃったからね。勝手にメダルを使わないように、勝手にどこかに行かないように。どうせ転ぶって分かってるのに自由にさせるなんてひどいことだ。ああ、また閉じこもっちゃうの？ごめん、大五郎。ごめん。誰が助けに行くんだ、これ。確かに大五郎はすぐにユーロピアに負けちゃったけど。だからって、先生にそんな風に言われたらテンションウルトラダウンよ。うわーがー！あ、二人が行くんだ。二人！あ、ちょっと。アキとダイヤ2人なんだ。うーん、確かにダイヤ1人で行っても確かにそうなんだよ。コミュニケーションがそう。え、
ここって休憩所だね。うん。え、いつもの休憩所？そこはゆうくんの悪夢の中だよ。うん、まあ、見た目は見たことのある場所かもしれないけど、中身はユーロピアの深いところそのもの。シンタくんたちがこの間まで行ったカエル卵の内側とほとんど同じ場所だよ。え？じゃあこのままだと私たちもカエル卵になっちゃう？あ、でもそうか、大五郎もここにいるかもね。ユウくんはその中でずっと後悔してるの、大五郎くんのこと。自分の間違いを忘れないようにしているのか、あるいは自分もここで苦しめば罪滅ぼしになると思ってるのかもね。そうよ、何言ってるのか全然わかんないダイヤくんの言ってることはわかるのに確かに。ダイヤ、こうなったら私たちで大五郎を連れ戻すのよ。うん、ま、せいぜい頑張ってね。とはいえ、どうすれば。どこにもいないけど。そうだね、見当たんないね。とりあえずこの休憩所みたいな空間を調べてみましょう。調べよう。あ、アキちゃんが調べるの。あれ、可愛い音が鳴ってる。可愛い。あの、なんか新鮮だね。ピッピ靴みたいなさ、よく。うんうん。歩くたびに音鳴るのあるよね。ね、音鳴るやつ。うん。さあ、調べるって言ってもなーって感じだけど。右。行ってみるか。うん、おーっと。あれ開かない。なんか閉じ込められてるみたいで気味悪いかも。うん。じゃあ下？ここ外？ああ、開かないわ。え、こっちのドアも開かない？この部屋ところないだけで調べられもしないし。うん。うん？どこにいるんだ一体？そうね。これじゃ本当に閉じ込められてるのと一緒じゃない。どうしよう、ダイヤ。あ、デミ、デミ、あ、デミ。デミ、デミ。あ、カエル卵がこんなに。ユーロピアは寂しくない。ユーロピアは辛くない。ユーロピアでは好きなだけ食べていい。ユーロピアでは好きなだけ寝ていい。ユーロピアは守られている。ユーロピアは楽しい。あ、もう一匹喋らんの？こんな休憩所に閉じ込められて本当に楽しいの？子供は弱いデミ。中には強い子もいるけど、みんなが強いわけじゃないデミ。弱い子でもカエル卵なら楽しいデミ。楽しくないよ。大五郎が好きなかけっこだってできないし、大五郎のママもいないのよ。大五郎って見抜いたのかい？でも、追い詰めてる。うん。詰め寄ってるように見える。ね、あー、大五郎。久しぶり。でも、無理なもんは無理なんだよ。俺はハヤテみたいにかっこよくできないし、ヒカルみたいにしっかりしてないし、みんなみたいにはできないよ。アトラクションも怖いよ。私だってそうよ。ダイヤもそうだって言ってる。そんなことないよ。アキはなんかすげえアーティストだし、
ダイヤもいつもいろんなこと覚えてるじゃん。俺は何にもできないよ。美味しそうにおにぎり食ってるだけでいいんだよ、大五郎。確かに。ねえ。私も何にもできない。何にもできないから、アーティストのふりして目立ちたいだけなのよ。あら。え？ダイヤだっておしゃべりが得意じゃない。だから、いろんなことを覚えていても、それをみんなに伝えるのは簡単じゃないのよ。アキちゃんがそれを言うんだ。すごい。ねえ。ちゃんと分かってんだね。ああ。だからこそ、みんなとは違うタイミングで困ることや、悔しいことがあるかもしれない。みんな、実はそんなに強くないのよ。解像度が高かった。うん。うん。でも、そんなこと言っててもしょうがない。だから私は本当はアルティメットじゃない自分なりに憧れを表現するの。憧れ？はあ、素敵。ああ、かわいい。そう。こうなれたらいいなっていう憧れの気持ち。私はいつか本当にみんなが注目するようなパワフルでダイナミックなアーティストになりたい。うん。もちろん今はまだアーティストのふりしかできないけど。でも誰かに見ててほしい、目立ちたい、失敗したくないってことばっかり考えてたら、きっと変な方向に進んでいっちゃうと思うから。うわ、周りにお菓子がいっぱいだ。なんかこれ刺さるね。刺さるね。今はまだ一番じゃなくていいし、失敗してもいいと思うの。うん。本物のアートだって、スクラップ&ビルド、いきなりいいものができるわけじゃないからね。いや、なんか僕、今のですごいアキちゃん好きになった。今更だけど。いや、今までちゃんと発言する機会っていうのがゲーム内ではなかったから。そうだね。こんなにちゃんと考えてたんだねっていう。そうそうそう。いつもいいワード使うなーぐらいしか思ってなかったけど。ねえ。ちゃんとね、いろいろ考えてた。しかもずっと万歳してるよ。アキちゃんもダイヤも万歳してる。うん。うわダイヤだってみんなに自分の気持ちを伝えようと一生懸命頑張ってるのよね。うん。うん。大五郎の顔がお弁当箱のおにぎりのなんて？ブブブブ。ごめん、そんなこと言ってないよね。そっか。俺だけじゃなくてみんなにも怖いこととか辛いことはあるんだな。それでもみんな逃げずに頑張ってるからかっこよく見えるんだな。ああ。じゃあ俺はみんなみたいになりたい。みんなが俺の憧れだ。あー、大五郎。カエル卵のままじゃみんなみたいになれないのなら、俺カエル卵は嫌だ。いいぞいいぞ、大五郎。大五郎、おかえり。おかえり、大五郎だ。お、俺カエル卵じゃなくなったのか。やるじゃない。早速、アルティメットだ活躍よ。おかえり、大五郎。みんなでユーロピアなんて脱出しよう。俺、本当は怖いけど、まだ頑張るぞ。だって、みんなみたいになりてえもん。それでママのところに帰るんだ。いいね、一番幼稚園児らしい。ね、うん、かわいい。
帰ってきたー、やばい、帰ってきた。大五郎、一番最初に灰色になっちまってよ。ねえ、ようやっと色づいたね。うん、さあ10個分になりました。どうだ、少し人数も増えたし、そろそろあの扉開けられるんじゃないか。どうだかな、半端な力じゃ開けられないと思うが、もう一回挑戦する。お、ね、これ全員助けてから行くものだと、ね、ね、思ってたんだけど、ええ、大人が出た、真っ黒だ目が。シンタ、ワタル、マリア、ダイゴロ。ありえない、こんなことが何回も起こるはずが。ユウくん、放っておいていいの？みんなが勝手なことをしてるよ。まさか、あの子たちにあんな力があったなんて。違うよ、ユウくん。あんなのはただの偶然。カエル卵になるのは悪いことじゃない。危なっかしくてすぐ怪我をする子供を守ってあげるための殻。それを強引に破って引きずり出すなんて、とっても危険でひどいことなんだよ。やっぱり、そうなのかな。そうだよ。あの子たち、このままじゃいつか怪我をするよ。そして、取り返しのつかない失敗をして、ユウくんと同じ後悔をすることになるよ。それはダメだ。だから俺が無理やりにでも保護するって決めたんだ。みんなは俺みたいになっちゃダメだ。うんうん、ユウくんは大人として経験者として、そういうのを防いであげなきゃ。いやー、殻に閉じこもってるな。うん、岡田城大広間ちょっと面白いな。確かに。これは普通に他のところに行っていいのかな。今試せるわけじゃなさそうかな。うん、ちょっとまだ無理そうか。人数の問題だけじゃなく、彼の深い後悔を少しでも減らすことができれば、あるいは。なるほど。じゃあやっぱ他の人行こう。そうだね。どうする？次はここどこだっけ？監視塔が全く予想つかないな。行ってみる？監視塔。行ってみようか。誰だろう？この先に行ってみる。ゾーヤが話すんだ。誰だ？予想ではあれなんだけどな、あのまどかちゃん。うん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 。あ、でもか、展示室の可能性もあるかな。いい加減にしてくれ。これ以上危ないことをするな。何かあってからじゃ遅いんだぞ。だったら正面の扉開ければいいじゃん。クスクス。無理だ、だってライオンちゃんがいましたね。いたわ、そうだよね。ライオンはもう帰ってこない。一人だけ忘れていました。そうですね。あんなに一回も話上がんなかったね、うん、あんなに衝撃的な結末迎えたのに。いや、そうそうそう、時間って怖いね。、うん、ごめんライオンちゃん。先生にふさわしくない俺が先生になったせいで失敗させてしまった。はあ、はあ、心臓観覧車への挑戦なんて俺が力ずくで止めるべきだった。あれはトラウマだったね。うん、いや、そもそもライオンをリーダーなんかにすべきじゃなかったんだ。どうせ転ぶって分かってるのに挑戦させるなんてひどいことだ。
ごめん、ライオン。ごめん。なるほど、心臓観覧車一緒に行ったのはゾウヤだもんね。あ、そっかそっか。うん。ライオンは確かに押しつぶされちゃったのかもしれないよ。でも頑張ってた。先生がそんなこと言ったらライオンの頑張りはどうなるの？あー確かに。先生だけは後悔しちゃダメだ。ゾウヤ。先生と一緒に心臓観覧車乗ったもんね。ゾウヤちゃんはね。そうだね。うん。おお。また乗るのか。帰ってきた。これって心臓観覧車？そこはユウくんの悪夢の中だよ。悪夢？どういうこと？見た目は見たことのあるアトラクションかもしれないけど、中身はユーロピアの深いところそのもの。シンタくんたちがこの前までいたカエル卵の内側とほとんど同じ場所だよ。カエル卵の。じゃあここでは何が起きてもおかしくないってことか。ユウくんはその中でずっと後悔してるの。ライオンちゃんのこと。自分の間違いを忘れないようにしているのか、あるいは自分も心臓観覧車で苦しめば罪滅ぼしになると思ってるのかもね。先生に罪なんてないよ。こんなアトラクションただの理不尽だ。ライオンだってこんなアトラクションのこと引きずる必要ないはずなんだ。ライムのところに連れて帰らなくちゃ。うん、ま、せいぜい頑張ってね。いるの？ライオン。ゾウヤさんは裏切り者の家族に帰ってきてほしいと思いますか？ずっと一緒にいてくれると思っていたのに、ある日突然自分を置いていなくなる。もしそんな家族がいたとしたら、あなたはそれを許して受け止められますか？裏切り者の家族。それはライオンとライムの話？え、何これ。え、さあ、しかしゾウヤさんご自身にも心当たりがあるのではないですか？ここに来てゾウヤの話あるのか。したことないもんね。うん、なんかペンダントがどうのこうのみたいな、ああ、あったような気がするけど。なんだっけ、忘れたけど。いや、わかんない。父さん、兄さん。兄さんでした。お兄ちゃんでした。え、選択肢が表示されている間はずっと対応する、上左右のボタンをじっと押し続ける、または選びたい選択肢をじっとタッチ。うわ、全部、マイナスじゃん。ほんとだね。寂しくて、悲しくて寂しいかな、うん、僕もそれかな。うん、受け止められないはないんじゃないか。拒絶してる感じがあるもんね、うん、そうそうそう。そうでしょ、そうでしょ。裏切り者には帰る場所などないのです。家族のもとにも皆さんのもとにも今さら帰ることなどできません。ライオン、確かに僕はね、僕と母さんの前からいなくなった父さんと兄さんを裏切り者だって思ってた。だってもう会えないんだから。これまで大好きだった気持ちを全部悲しくて寂しくて辛い気持ちに変えなきゃ。
耐えられないよ。そんな過去があったんだ。ああ。私のせいで、ライムさんにも皆さんにも、その辛さを強いてしまう。そんな私が帰れるわけがありません。いいんだよ。帰ってきても。でも、僕はユーロピアで思ったんだ。ひょっとしたら、子供の僕には、たとえ大人にだって、生きていく上でどうしようもないことって、あるのかもしれないって。BGM めちゃくちゃいい。めっちゃ綺麗な音楽。うん。どうしようもないこと？僕には僕の世界があって、ライオンにはライオンの世界がある。もちろん、みんなにはみんなの世界がある。雪みたいに、ふわふわ、ゆらゆら、たくさん。僕たち、カエル卵じゃないんだから、当たり前だよね。でも世界がたくさんあれば、時にはそれがうまく交わらないことだってある。ライオンにはあの時、何に変えても大事にしなきゃならないものがあったんでしょ？はい。私はヒカルさんのようにみんなのために頑張るというのは難しい。しかしライムさんからの敬愛だけでは裏切りたくない。私はライムさんのために自分を磨き花を咲かせるんです。私の世界はそういう風にできているんです。うん、それはいいとか悪いとかじゃないから。裏切り者か裏切り者じゃないかっていうのも違うのかなって思ったんだ。あの時は辛い気持ちを分かってあげられなくてごめんね、ライオン。いえ、謝るのは私の方です、ゾーヤさん。もちろん僕たちの悲しみも嘘じゃない。でも、悲しくて寂しくて辛いって気持ちと、大好きっていう気持ちは、きっと表と裏のどっちかじゃなくて、どっちも一緒にあっていいんだ。だから、今でもみんなライオンのこと、ちゃんと大好きだと思うな。そうだよ。光る。みんなタンポポちゃんのこと待ってるよ。光さん、マリアさん、二人とも来ちゃったの？危ないのに。だってライオンに帰ってきてほしいもん。だからつい。私はマリアさんが勝ち取ったメダルをすべて自分のために使ってしまいました。マリアさんには私を責める権利があります。じゃあタンポポちゃんには言うこと一つ聞いてもらおうかな。はい。どんなことでも聞く覚悟です。それじゃあ今すぐみんなと帰ろうね。え、みんな待ってるし、妹ちゃんもこのままじゃかわいそう。聞けないの？いえ、しかし、聞きます。不安？みんなにごめんねってすれば大丈夫じゃないかな。本当に帰ってもいいのでしょうか？ライムさんや皆さんのもとに。ライオンさえ望むなら。みんなライオンのこと頼りにしてるよ。妹ちゃんのためにでもいいんだよ。
ありがとうございます。わかりました。ライムさんのためならば、どれだけ無様だろうと。不肖ライオン、獅子粉塵の勢いで返り咲いてみせます。うん。父さん、兄さん、母さん。これでよかったんだよね。ガオを言うてはりましたわ。あ、おかえり。帰ってきた。ライオン。これは本当に殻を破れたのですね。ライオンならユーロピアなんかに負けないって思ってたよ。タンポポちゃん、おかえり。マリアさん、皆さん、あの時はすみませんでした。今更どの面を下げてと思うかもしれません。ですが、自らの行いはカエル卵としてではなく、私自身で挽回させていただきます。よし来た、よし来た。おかえり、ライオンちゃん。おかえりだね。嬉しいね、一人しつつ帰ってくるのは。いやでもよかったな。優しい世界本当に。え、っていうかマリアちゃんが一緒に引き連れてきたけど、うん、じゃあマリアちゃんを戻してじゃないと、うん、ライオンちゃんは戻ってこなかったのかな。確かにそうだったのかもね。え、二人がかりで、うん、ゾウヤだけでも帰ってこれたけど、特別演出が今追加されたのかな。あー、まあどっちもありえるね。どうなんだろうね。確かに。そうだから、あ、マリアちゃんが来るんだって思ったんだよね。そうなんだ。ライブの分まで奮起したから増えた。やった。うん。